発解消の鹿児島戦から連勝を狙ってアウェー栃木に乗り込んだトリニータ。今回も長澤渡辺の2トップです。前半6分左サイド、このボールに渡辺新太が抜け出すと入り込んで自らシュート。これが枠の上、序盤からトリニータが攻め込んでいきます。さらに21分弓場のこの位置から蹴ったボールを札川が反転シュート、惜しくもキーパーに防がれます。さらに32分、このボールに抜け出したのがまたも札川、クロスに長澤、前節の得点パターンでしたがここはディフェンスラインにブロックされます。厳しかったのか後半10分、ゴール前なんとか踏ん張っていたトリニータですが、栃木が最後はこのシュート、ディフレクションが入ってしまい痛い先制を許しました。ただ17分のこの攻撃、弓場のコーナーキックに長澤、新た、最後は札川、ポスト、そして弾かれてしまいました。悔しいゴールシーン、チャンスでした。さらに19分にはペナルティエリアで持ち込んで渡辺新太のシュート、ここも決まらない。さらに22分、札川のクロスに弓場のダイビングヘッド、ここは相手キーパー元トリニータの丹野のスーパーセーブに阻まれてしまいます。45分、最終ラインでボールを回していたところ、ここでちょっと滑ってしまった、ボールを奪われてしまい、そのままボールはゴールへ。2対追加点0対2。ただ最後まで諦めなかったトリニータ、ペレイラがこの位置でファールをもらって PK を獲得。蹴るのはベテラン長澤俊、落ち着いてゴールを決め J2 得点ランキング1位タイの4ゴール目。なんと去年は1シーズンで3ゴールでした。すでに去年の成績を上回っているパパ長澤、ただ反撃もここまで1対2、連勝とはならず悔しい悔しい敗戦となりました。大分トリニータは現在 J2 リーグを9位につけています。攻守の切り替えを早くスムーズに行う戦術、シームレスフットボールに取り組むチーム、その手応えは。リーグ序盤戦の戦いというのはいかがですか。まずまずで、決して悪い結果、そして内容的にも徐々にいい部分も増えてきているので、悪くはない出だしかなというのは感じてます。今期監督が掲げているシームレスフットボールですが、はい、一番大事にしているところ、守備から攻撃の切り替え、攻撃から守備の切り替え、やはり止まらずに、動き続ける、途切れないサッカーというものを目指しているので、そういう意味でシームレスというところで選手に要求してますし、やっぱり、サッカーは常にこうボールがあって相手ゴールにより得点をした方が勝つので、その守備になったらボールを奪う、攻撃になったらゴールを狙う、そういうサッカーをアグレッシブにやりたいという中のシームレスフットボールというものを掲げてトライしています。より高めていきたい部分というのはどういったことになりますか。もうまずいい部分は途切れずにシームレスでしっかりと選手も切り替えよくやれているところは継続しながら、さらにボールを奪うところでは連動をすることと、攻撃のところはよりゴールに向かう、そして追い越していく、人数をかけていく、そういうところも高めたいですし、何より最後の部分はやっぱりゴールへ、ボールを打つ、もう蹴り込む、枠内シュート率というところもすごく大事だと思うので、そこを高めていけたら得点になり勝ち点につながるんじゃないかなと、勝利につながるんじゃないかなと思います。いつも大分トリニータの応援ありがとうございます。皆さんの応援のおかげで我々はパワーをいただき、アグレッシブに戦えてます。今後も引き続き、応援よろしくお願いします。キックオフ大分、現在5試合に出場し4得点と好調な長澤選手、その背番号にかける思いとは。6試合を終えてここまで4得点ということで、昨シーズンの3点をもうすでに上回っています。要因はどのように考えてますか。サッカーみんなとできてるし、こう試合にも出れてるっていうのは、日頃から練習からサッカーを楽しめたり幸せを感じているのが要因かなと僕自身は思っています。その考えに至ったっていうところは、やっぱりこのオフの
出来事が大きかったですか？そうですね、まあ、もちろんやっぱそれが一番大きかったですし、まあ、なかなか苦しい状況の中でこう手を差し伸べてくれたのが大分トリニータだったので、そのね、やっぱサッカーできてるっていう幸せっていうのを今すごく感じられてるので、まあ、そこがいい方向に働いてるのかなと思います。やっぱりその思いというのは今季背負ってる93番っていうのにもつながってきたりしますか？まあそうですね、まあ、本当やっぱ僕が初めて背負った背番号なので、まあ、初心に戻るというか初心を忘れないように、やっぱあの頃のサッカーの楽しい時期っていうのを忘れないように今はやれてるのかなと思うので、まあ、背番号もいい働きをしてくれてるのかなと思ってます。あの SNS でアップしてた写真ってあれ幼稚園の頃ですか？そうですね、幼稚園の時に、はい、あのサッカー3歳ぐらいかな、3歳の時にやってたやつを、はい、93番背負ってたんですけど、はい、なんかそれは僕の中でもすごい印象的だったので、まあ、なんか去年か一昨年ぐらいから99番ぐらいまでつけていいってなったんで、まあ、チャンスがあればつけたいなっていうふうに思ってました。そしてその幼稚園といいますと同じ幼稚園だった薩川選手からのアシストっていうところもね、すごく息が合ってるのかなっていうふうに感じますけど、まあ、この間の試合もそうですけど、厚木がやっぱ見てくれてるし、僕が欲しいところにボールを上げてくれるので、まあ、本当にありがたい、感謝してますね。まあ、これからのチームだと思いますし、これからやっぱまあよりステップアップしていくチームだと思うので、これからも熱い戦、そして一緒に戦ってほしいなと思ってます。これからもゴール取り続けるんで応援よろしくお願いします。キックオフ大分。こんにちは。こんにちは。片野坂監督、結果がこうもどかしいながらもやりたいサッカーはできつつあるといった感触でしたね、はい、そうですね、まあ、そんなトリニータ今日ホームで現在首位の岡山との対戦となりますね。そうなんです、このファジアーノ岡山、なんと今4連勝中という絶好調なチーム、ただホームですから、はい、観客の声援でね後押ししたいですね。必ず今日は勝ちましょう、はい、そしてトリニータ連戦となっています、はい、来週水曜日午後7時からアウェーでザスパ群馬と対戦、この温泉ダービーもね、勝ちたいですね。熱くなりそうですね。でもまずは今日のホーム戦ということで、この後皆さんドームでお会いしましょう。声援を送りましょう。キックオフ大分。マルカ大分大同聖火杯 U12 お別れサッカー大会が開催されました。大会には大分市と由布市から12チームが参加、熱戦を繰り広げました。ずっと、ね、6年生が3人だったので5年生で6年生を支えてやってきて、自分も上手くなったので、まあ、最後6年生と一緒に優勝して終わりたいです。最後の試合精一杯頑張っていきたいです。みんなで楽しく終われるようにしたいという思いです。負けたりもしたけど楽しい大会にできました。点は取れなかったけど楽しい大会にしたいです。こんにちは。どこの小学校ですか？東小学校です。楽しめて最後終わることができてよかったです。負けてしまったけど 小学生最後の試合ができて楽しかったです。最後の試合で勝てることはできなかったけど楽しめたんでよかったです。小学校6年生は最後の大会、悔し涙を流す選手もいました。止めれるところをしっかり止めたかったです。しっかりあと1試合は絶対勝ちたいです。まあ、6年生本当最後の大会なんで、まあみんなが楽しくサッカーできるサッカーをして、そして中学に行ってね頑張ってほしいという、目的ですね。今度は中学行ったら今度はボールがまだ大きくなります。5号球 でそのボールの4号球と5号球の違いですね、それを多分今からやっていくんで、まあ、とにかく頑張ってほしいと思っております。子どもたちの涙、キラッとするものがあって、こっちもちょっと感動しました ねこれからも頑張ってほしいですね、はい、では30周年を迎えている大分トリニータからお知らせです。
現在30周年記念のメモリアルウォッチ腕時計が受付中です。受注生産ということですからね、うん、これ皆さんぜひ応募してほしいですね。これかっこいいですよね。そうなんです、欲しくなります。今回3タイプ男女兼用とメンズレディースというラインナップになっています。明日午後6時までの受付です。なんとですね、はい、この裏面見ていただくと30周年の記念ロゴが入ってるんですよね、うん、これねつけてる時のこうワクワク感おしゃれ感すごいですよね特別感があってね高揚感もね高まりますよね。記念ケースもついてきます、はい、各種オンラインストアやクラブトリニータ店頭でお申し込みください。6月中旬から順次発送予定です。そして選手が入場するときに着用するアンセムジャケット、今シーズンの春夏モデルの販売も始まっています、はい、これはこの黒のエンブレムがかっこいいですよね。さりげないところでしっかりとこうおしゃれを醸し出してくれてます。もう皆さん似合ってます。この選手たちとお揃いにできちゃいますから、こちらもぜひ皆さんチェックしてください、はい、トリニータで全身身を包んでね、はい、30周年イヤーより盛り上げていきましょう。それではキックオフ大分、また来週。